進むわね、あんた。いや美味しいですね。仕事終わりは本当に進みますね、ママ。やっぱり美しいママいますしね。何も言うとんじゃいけない。本当に今日縦髪意識して一緒の髪型してきたんですよ。悪くないじゃない。ちょっと洋服もかぶってるもん。そうですね、やっぱりこうスナック初めてだったので一人で来るのは。あ、そうなの。はい、ママってこんな感じかなと思って選んできました。いきなりかぶせに来たわけね。うん、敵対心をむき出しにして今日は行くわよ。じゃあ憧れですもん、憧れ。 STV のアナウンサー陣からママを目指したらモテるよっていう風に聞いてきたので。あ、そういえばそのアナウンサー陣の中で、はい、あかりちゃんとすごく仲いい子がいるらしいじゃない。あー、同期の西尾ゆきアナウンサーですかね。そうそうそう、ゆきちゃん言ってたわよ、あかりちゃんと仲がいいって。いや、そうなんですよ。もう学生時代からなので、もう今年に4年目の仲になりますかね。ドサンコワイド朝同じ番組担当してるんですけど、うん、放送が終わったら一緒に衣装室に入って一緒に着替えて、じゃあアナウンス部に戻ろっかって毎日してます。何見せ合いっこしてるの。見せ合いっこしてないよ、そういうことは。見せ合いっこしてないですよ、もう。あ、そうなの。うん、でも毎日見てますけどね。何を見てるの。西尾さんのボディ。あらー、でどっちがどうとか言ってるの。一緒にあの同じホットヨガにも通い始めましたし。最近？最近そうですね。何、二人とも。いや、スレンダーなのに。いやいや、やっぱり社会人になったら汗を流す機会が減ったねって言って。でもあれでしょ、そうやって仲いいふりして。はい、あかりちゃん自分の方が可愛いってずっと思ってるんでしょ。いやいやいや、そんなことないですよ。やっぱりモテるのは西尾さんなんで。そうなの。うん、ちょっと今ゆきちゃんいないから暴露しちゃいまよ。あのユキって呼んでるんですけれども、うん、ユキはもう6年間彼氏がいないって言ってるんですけど、でもそんなことはなくて、こうそんなことはない。あれ、これ大丈夫本当に。そう、6年間いないのは事実だと思うんですけど、周りに男性の影がちらついてるなって私は感じることはあります。まあそうよね、うん、あれだけ可愛ければさ。そうなんですよ。あかりちゃんはどうなの。いやー、ちらつかないですね。今好きな人いないの。うん、まあいるっちゃいますけども。いるの。どんな人、うん、どんな人。若干馬っぽい人です。若干馬っぽい人、うん、何それ。走る姿がかっこいいです。オルフェーブルだ。オルフェーブル、わかんない、すいません。おい、馬ですか。馬じゃん、ただの馬じゃん。ボケ殺しやそれ。え、馬っぽい顔がもともと好きなの。顔が馬じゃなくてもいいんですけど、ちょっとこう体育会系な方とか。あかりちゃんもスポーツやってたのよね。そうなんですよ、ソフトボールハンドボールしてたので。合コンとかずっと行かれてました。昔は行ったわよ。なんか男性と話すと緊張しませんか。あかりちゃん緊張するの。会話はできるんですけど、なんか打ち解けるまでには時間がかかりますね。そう、あかりちゃんみんなが言ってたわよ、ぐいぐい話すって。確かにあのパーソナルスペースは近いって言われますね。近寄っちゃうとは言われますけど。そうでしょ。でもそれはアナウンス部の人だからこそで、初対面だとなかなか行けないですね。あ、そうなの。どんなタイミングで行けるようになるの。じゃあ相手の方が下の名前で呼んでくれると嬉しいですね。あかりって、久保って呼ばれるよりは下の名前で言われると、お、なんだか親しくなったかなって嬉しくなります。そんな男1億5000万人いるでしょ。ママの元彼はもうおいとかお前とかっていう感じだったわよ。あ、名前呼んでくれなかったんですか。嫌じゃない、女として。ちゃんと下の名前呼んでほしいです。下の名前呼んでほしい、最近じゃあんまり呼ばれてないの。呼ばれてないですね。何、プライベートそんな時間ないの。今仕事忙しいの。そうですね、朝夜中に出勤して。何時に出勤してるの。まあ2時半とか3時までには出勤して。私がここで後片付けしてる時じゃない。もう本当に昼夜逆転なので、夜に飲みに行くこともほとんどなくなりましたし。あ、そうなの。楽しいの仕事は。さあ、仕事は楽しいこともあれば、まだ勉強中。まだ勉強中です。完全に楽しくないわね。違います。今本当に言葉選んだわね。今必死です。わかりやすいわね。あんたいいわね、わかりやすくて。嫌いじゃないわよ。すいません。嫌いじゃない。ママもやっぱり昔ってこう大変だなと思うことって多かったですか。やり始めは慣れないもん。一つ一つ覚えていく作業。そうですよね。みんな周りから文句怒られて、耐えて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 自分なりを見つけて、美しく磨いていくの。そこからこう楽しくなってくるんですね。そうね、気づいたら無我夢中でやってたら3、4年ぐらいかね、
あ、楽しいかなって思える瞬間来るのよ。はあ、3、4年ですね。悩んでるわね、あんた。いや、だから今日ママのとこに来たんですよね。いや、まず一つ悩んでることがあるんですけど、うん、カメラが苦手だなと思って。もう今いきなり噛んだもんね。そうなんですよ、本当に。逃げてって。逃げたいのかい。本当に逃げたくなるくらい苦手なんですよ。どうして苦手なの？私の父がカメラマンなので。え？そうなんですよ。スチールのカメラマン。そうです、スチールのカメラマンでモデルさんとか撮ってたりしたんですけれど、その、はい、パシャっていうカメラだったらまだ苦手意識は少なくって、うん、テレビカメラだと大きいじゃないですか、うん、で目の前までこうやって来られるともう何話したらいいんだろうとも思いますし、そのレンズに好きな男の人の顔浮かべればいいんじゃない。一回やってみました。一回やったの？やってましたけど、やったのどうだったの？ちょっと上がっちゃいましたね。逆にダメでした。ニュース伝えてる顔がもう怖すぎるとか。それはあれじゃない、真剣になっちゃってるからじゃないの？まあ、真剣ではあるんですけど、でも一応映像として前に出てるので、ちょっと顔研究してみようか、表情研究してみようかって言われることが何度かあって。鏡の前でやってるの？鏡の前でちょっとやってみますね。ちょっと見せてみて。そこに鏡あるから。ここですか？それそれ、その鏡に向かってちょっとやってみて。では行きますね。真剣な方で言っていいですか？そうそう、自分なりでいいわよ。はい、ではこの時間の STB ニュースをお伝えします。今朝もかなりの暑さで全道的にもう話す内容さえもまとまらないです。目が怖いわね。目が怖い。あ、見ることが苦手だったら何かを思えばいいんじゃないの？あ、その人にどうにか思いを伝える。カメラにその人を投影するのが難しかったら、うん、このカメラを通してでしか伝えられないって思えばいいんじゃない？あー、そっか、カメラを通してその人に向かって話してるんだよって思ったらいいってことですね。うん、その人が1人じゃなくて2人、3人、4人、5人って増えていけばきっと自然と表情も和らぐんじゃないの？なるほど。結構いいこと言うでしょ、私。はい、すっごく染みました今。そう、うん、ちょっとここ明るくなかったら泣きそうです今。やめなさい、女の涙は一番汚いもの。アナウンサーの仕事で言うと暗記することもたくさんあって、その暗記ってどうしていったらいいんだろうっていうのがあります。暗記？例えば何、はい、暗記って？例えば中継の時とかは商品名とか値段とかもたくさん覚えていかなきゃいけないと思うんですけれど、うん、パッて頭が真っ白になってしまう瞬間があるんですよね。でも物覚えさそうじゃない？いや悪いんですよ私、全部書き起こさないと頭に入っていかないタッチで。あ、そう？でもあなたの先輩のなんて言ったかな、木村洋二。あ、はい、木村洋二さん。あの人よく手のひらに書いてたわよ。あ、そうなんですか？人の名前とかね。へえ。大きく書きすぎていつもテレビに映ってるの。え、それって書いてもいいものなんですか？ディレクターさんに怒られてたわ。手に書くのはいけないけど、でもみんな紙に書いて持ってんじゃないの？あとは周りにねスタッフの人いるじゃない。あ、そうですね。カンペ出してもらえばいいじゃん、カンペ。あ、なるほど。そっか、カンペお願いしたらいいんですね。何、人に頼むの苦手なの？ちょっと苦手ですね。なんで？甘えればいいじゃないの。迷惑かけたくないと思っちゃって。迷惑？あかりちゃんに頼まれて迷惑と思う人がいると思ってんな。優しい。ママ今日すごく優しいですね。何、今日って今日初対面じゃないの？いや、なんか先輩から聞くと辛辣な意見ももらえるよっていうふうに聞いてたんで。欲しいの？うん、たまには欲しいです。甘ってるじゃねえよ。甘ってるじゃねえ。そんなのが甘くねえんだよ。ダメだね、昔は思い出しちゃった。いや、でも女性らしいですね先輩。あ、先輩。何先輩って急に。私はママよ。あなたはアナウンサー。人生の先輩なんで、ね、やめなさいよ、すぐそうやって初対面の人に先輩後輩って呼ぶの。それあれよ、ごめんなさい、男が女のことをお前とか多いっていうのと一緒よ。あ、そうですね、ちゃんとママって呼ばなきゃいけないですね。そう、あかりって呼んで欲しかったらちゃんと人のことも尊敬してママだったり名前呼ぶ。じゃあママ、私が女性らしくなるポイント一つ教えてもらってもいいですか？女性らしくなるポイント、はい、そのウーロン茶をしっかりと飲み干して今すぐ帰ること。はい、じゃあ乾杯。乾杯。本当に一気飲みはダメよ。
ダメなんですか？一気飲みはダメ。わかりました。また来ます。うん、また来て。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ。明日も頑張って。はい。いい子ね、椅子も直すなんて。